皆様こんにちは、さくらんのらんです。本日はミラノに行ってきます。というわけで、私は現在ニューヨーク州にあるケネディ空港にいます。今日はここ JFK からミラノに行くフライトに乗務します。はい、というわけで、ただいまの時刻が夕方の4時半です。今日は5時15分にチェックインをして、そこからお仕事開始です。で、今日いつもと違うスカーフを巻いています。本来の制服だと赤と青のスカーフ、もうザ・アメリカっていう風な色合いのスカーフをつけてるんですが、10月限定でピンクのスカーフをつけています。というのも10月はピンクリボン月間なので、私の会社もこういったスカーフを用意して従業員がつけるようになってます。これは従業員が、会社から買うっていう風な感じです。買ったお金がピンクリボンの運動に当てられるという風なシステムになってます。はい、というわけでですね、ミラノめっちゃ久々に行くんですよね。ここからミラノまでの飛行時間は7時間40分です。今日1日目の夜6時半にここ JFK 出発して、2日目の朝ミラノに到着します。で、そこから24時間の滞在があって、3日目ミラノからここニューヨークに帰ってきます。今日はですね、もう本当久々のミラノなので、美味しいものを食べてこれたらと思います。では行ってきます。おっと、忘れるところでした今日のスタバ紹介ですちょっと10分ぐらい前に買ったんで、もう氷がすごい溶けちゃってるんですが、これはパンプキンクリームコールドブリューです。この秋の期間限定商品です。上がですね、クリームが乗ってて、下もともとはコールドブリューでしたもうちょっとクリームが溶けちゃったんで、色がコールドブリューな感じじゃないんですが、いただきたいと思います。エクストラクリームにしてもらいました。これはクリームも一緒に飲まなきゃいけない、ちょっとストローを外しましたうーん、やっぱクリーム一緒飲んだら美味しい。うん、うまいです。うまい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 。ではでは、これ飲んで仕事に行ってきます。はい、というわけでミラノに到着しました。ただいまの時刻が朝の10時半です。お疲れ様でした。フライトタイムは7時間43分でした。到着したのは朝の8時台だったんですけど、空港からここのホテルまで少し時間がかかったので、結局、今10時半です。いやー、もうすぐ昼なので、とりあえずお化粧全部落として仮眠をまずは取りたいと思います。いやー、疲れた。ではでは一旦失礼します。今日のベッドはこちらですが、恒例のベッドバグチェックをやっておきましょう。今パリで大流行中なので、まあイタリアですけど一応毎回やってるんでね。よいしょ、よーし、ベッドバグの跡はなし。オッケーオッケー。もう一箇所ぐらい見ときましょうかね。一応、綺麗なベッドです。これめっちゃ多い一応このシーツも剥いで、なんか汚くないか一応チェックします。あ、綺麗綺麗ですね。オッケーオッケーオッケー。おはようございます。というわけで、今起きて準備をして化粧とかもして、外に向かっております。まずはスーパーに行きたいと思います。というのもですね、そんなに別に買い物する予定はなかったんですが、今日一緒に飛んでたあのここ出身のクルーがおすすめのワインを紹介してくれたので、それを買いに行きたいと思います。今めっちゃ暖かいと思ったら気温が28度あります。すごい、もうポカポカ。本当にホテルのすぐそばにスーパーがあるので、そこに向かってます。到着しました。最寄りのスーパーで、まあローカルな感じのところです。それほど大きくはないんですが、品揃えがいいとのことなのでやってきました。入っていきます。室内はこんな感じの大型の商店って感じですかね。なのですが、
チーズ売り場がさすがめちゃくちゃ広いのと、ワイン売り場も広いです。さすがイタリア。このですね、ミルトってやつ、なんかリキュールなんですが 30% ぐらいのやつで、食後とかに飲むやつらしくて、クルーにおすすめされたんで初挑戦してみようと思うんですが、2つブランドがあってどっちがいいか分かんないんですよね。値段は右が 7.29、 左が 10.99、 悩む。なんかネットで調べてもどっちがいいかよく分かんなくて、どうすべきか迷います。ちょっとめっちゃ隠れたとこにあるんですが、この大好きなエスプレッソ入りのチョコを買います。というわけで買ったものを紹介します。まずはドーン、パスタ、生パスタみたいな感じですね、パスタソースマストですね。あ、でこのチョコ、ポケットコーヒー、チーズ、これなんかスモークのチーズなんですよね。ちゃんとシールはされてるんですが、すでに結構スモーキーな匂いがします。楽しみと、あとはこれです。こっちにしました。このリキュール、ワインリキュール、ミルト初めて飲むので、ちょっと高い方を飲んでみようかと思ってこれにしました。はい、というわけでですね、今がもうすでに6時半なんですよね。ちょっとスーパーで長いすぎました。ワインのセクションで多分30分ぐらいいたと思ういや、このこれが見つからなくて、なんかもうほんと端から端までもう一つ一つラベルを確認しながら歩いてったら、そんぐらいかかりましたはい、というわけで今からご飯に行きたいと思います。正直お腹はそんな空いてないんですが、まあまあまあ行ってこようかと思います、せっかくなので。では行ってきます。ここから電車とトラムを乗り継いでレストランまで向かいます。というのも、本来なら地下鉄一本で行けるのですが、今日はなぜか乗りたい地下鉄が運行していない。なぜ？翌日聞いた話では、この日急遽ストライキがあり、電車の一部が止まっていたそうです。ミラノでトラムに初めて乗りましたが、意外といい。地下鉄と比べて古いものの、外の景色がしっかり見えて、ミラノに来たぞって感じがします。全然来たとこないところにやってきました。飲食店が多いエリアですね。ネットの情報によると若者が結構集まるみたいなところだそうです。到着しました。こちらです。今日はここのお店にはるばるやってきました。いや、もうめっちゃ時間かかりました。40分ぐらいかかったのかな。ここはロンバルディア地方の郷土料理が食べれるお店です。で、ここでですね、お袋の味みたいな、そういったご飯を試せたらと思います。お店の中はアットホームな感じです。かわいい。で、予約で満席だったみたいなんですが、次の予約が8時半とかの席に座らせてくれました。ラッキーです。今日はノブさん、そしてパンで腹ごしらえをしているとメインディッシュがやってきました。ここの名物兼ミラネーゼの郷土料理、サフランライスのリゾット、ソテーが乗っています。ソテーとリゾット両方とも名物なんですが、いっぺんに味わえるということで、このメニューを求めてやってきました。ではいただきます。こちらです。まずはリゾット。すごい食感がちゃんと、なんていうのかな、粒が立ってますと言うべきか美味しい。風味がすごいです。ワインソテーかな、めっちゃ風味いい。しかもお肉が柔らかい。この中の部分を、うわー、プルプルや、プルプル、コラーゲンがすごい。いただきます。うまっ、ほろほろ、本当に出てくるまで25分とかかかって、まあ、それ最初に言ってくれてたんで、まあ、25分ぐらい待つことになるよって、おっしゃってくれちゃうんで、全然、大丈夫だったんですけど、その時間かかった意味分かりました。これだけほろほろでこれだけ美味しかったら、そら時間かかります。このリゾットのお米の一粒一粒、
程よく芯があるんですよね。すごい食べ応え抜群です。はい、というわけでホテル帰ってきてもうシャワー浴びました。髪も乾かして歯も磨いてもう寝る準備完璧です。ではとりあえず寝て明日に備えたいと思います。明日が集合時間が朝の8時50分なので結構早めですね。頑張ろう。なのでまあ7時に起きたら大丈夫かなと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。3日目の朝です。準備できました。もう結構早めに起きたのでゆっくり時間をかけて準備しました。で、前髪、私仕事の時基本もうオールバックのスタイルが好きなんですけど、今日は初めて、本当もうこの入社して以来かな、初めて前髪を仕事中に下ろしてみます。ちょっとドキドキはい、これでまあ何も不具合がなければ今後も下ろしていきたいと思います。どうだろうな、一応もうガチガチに固めてあるので動きはしないんですが、まあ今後この前髪下ろしスタイル見なかったら、あ、気に入らなかったんだなと思っていてください。はい、では仕事頑張ってきます。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が面白ければいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。